こんにちは、動画編集者の森スクです。今日は優しいテンプレートっていうのを作ったので紹介していきたいと思います。まあ、なんで優しいかというと、なんかもうテクスチャがねちょっと紙な感じで、ちょっとね、あとフォントもねデフォルトがちょっと優しい感じのフォントにしたので、もう安直なんですけども、そういう風に作りました。はい、まず一つ目こんな感じです。はい、ちょっとなんかねこう塗って出てくる感じのねテキスト表示です。ちょっとうねうね動いてます。で、うねうね動いてるんですけど、レスポンシブデザイン機能をつけてるんですが、ちょっと伸ばしすぎるとちょっと変に、ね、なっちゃうかもしれないので、伸ばしすぎはご注意ください。で、今回もね、色とテキスト、フォントとか、いろいろ変更することは可能になっています。続きまして、これ、付箋っぽくね、ペタって貼るような、やつになってます。まあ、基本的にもう一言ポイントテロップ的な感じで使ってもらえるとね、すごい使いやすいものとなっています。続きまして、これ。また付箋なんですけども、2枚ね、重ねて貼ってるようなやつになってます。でちょっとね、これ、Photoshop で元のデータ作ってるので、色の変更が、ピンポイントでできない感じになってます。まあ、スライドバーでね、色をね、こんな感じで変更することができるんで、まあ、そういう風にね、色変更はしてみてください。はい、続きまして、こんな感じ。はい、ノートですね。まあ、ノート、まあ、まんまなんですけどもね。まあ、これは、1個前のね、名前のテンプレートとね、一緒に組み合わせて、こんな感じで使うこともね、全然できます。でさっきから出てるね、この手書きのフォントは、Adobe フォントの、フォントを使ってますのでね、Adobe 使ってる方はみんな使えるかなと思ってます。で、続けて両方同時に表示します。はい。この上ね、上に出てくるローアーサードテロップですね。まあ、メインテロップ、サブテロップ2つね、打つことができます。はい、続きまして、こんな感じ。はい、まあ、下にね、出るやつですね。まあ、ここに、なんか、タイトル表示するやつ。はい、ですね。で、まあ、これもですね、名前のテロップを、メインタイトルとして、主題をポンって、こんな感じで貼って、で、その説明を入れるとか、そういう使い方もね、できます。で、次のやつ。はい。まあ、これはね、さっきの、正方形バージョンですね。まあ、ほぼほぼ一緒です。はい。で、次、こんな感じ。はい。ちょっといいね、今出てると思うんですが、トランジションですね。まあ、画面転換の時に使うやつです。まあ、次のタイトルも入れて、次の動画に切り替わるってやつですね。で、最後に、こんな感じですね。まあ、写真とか、動画を挿入するやつです。で、下に、説明のね、タイトルをつけることができます。はい。と、まあ、今回ですね、まあ、紙ベースな感じの優しいテンプレートを紹介させていただきました。まあ、ね、興味ある方はですね、ぜひね、概要欄の方からチェックをお願いいたします。はい。で、私のやっているオンラインサロンでは、テンプレートをね、無料ダウンロードすることができますのでね、そういう面でもちょっと興味がある方はチェックしてみていただけると嬉しいです。はい。それでは何かわからないことがありましたら、コメント欄からお願いいたします。チャンネル登録と評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。